シェイクオフ。はい、どうも皆様、いらんからふてお久しぶりでございます。お盆休みって何ですかって思ってるタラタラプレイヤーのゆきおじさんです。はい、皆様、お盆はいかがお過ごしでございましたでしょうか。まあもう休みなんかとっくの昔に終わってると思うんですけど、本日8月21日でございます。今日なんですけど、グレン祭をまだ僕やってないんですよ。いや、やってないって、嘘ごめん、やったんですよ。やったんですけど、そうですね、筋肉さんの方で全くやってないんですよ。で、筋肉さんの方でやっていこうと思ったんですけど、これ僕どうしてもね、動画でちょっと撮っときたいなっていうのがあって、今回アスレチックとかあるじゃないですか。アスレチックとかがあって、あと、なんていうの、別な、こう、なんていうの、何パターンかあるじゃない。アスレチッククリアしても、なんか、なんだっけ、アイテムもらえる、なんちゃらこんちゃら、どったらこったらっていうのもらえるし、バタードフィッシュを、多分お姉ちゃんに納品するんだよね。あれでも一個ずつもらえるしって、なんかいろんなパターンがあるんですけど、僕何もやってないんですよ。アスレチックわーってクリアして、なんかこう、これそうだよね。これグレンサイノじゃなかった？これ違ったっけ？これ違ったっけ？このね、これいいよね。ビエラで水をかけるってめっちゃ可愛くないですか？まあ、こんなね、気持ち悪いおじさんが可愛くないですかとかってビエラね、使っててもちょっと吉祥っていうだけだと思うんですけど、まあそれは置いといてね。僕ね、これちょっと、これどうしてもこれだけやりたかったの。ここにクエストがあるんですよ。常夏の調理とグレンサイっていう。で、グレンサイ、何これ、ちょっと文字ちっちゃくて見えねえんだよな。調理担当ヒルドラーナって、ハイランダのお姉ちゃんね、僕が好きだ好きだって言ってたハイランダのお姉ちゃんね、にバタードフィッシュを納品ってやるんですけど、これね、僕の動画ちょいちょい見てくださってる方お分かりだと思うんですよ。結構その、なんていうの、いろんなところに目を向ける方はね、お分かりだと思うんですけど、僕ね、約2年間ですよ、約2年間ずっとここにこれあるんです。意味わかります？約2年間ずーっとここにあるの、これ。これどういうことかっていうと、これ今受けるとどうなるかわかんないんだけど、まあいろいろちょっとこうやってないクエストあるんですけどね、ここに、これなんていうの、これ、バグズレオルズやつの、これ。ちょっとわかんないんだけど、なんか読み方あるんだろうね、これ。バグズリじゃなくてなんか読み方あるんでしょ、これ。まあこれちょっと表示してないんですけど、あとこの辺のなんかアジスラーの、なんだろうね、これ。なんかのアニマルエポックなんかだと思うんだけど、もうこれ、見えないようにしてるから、これ。ね、でここ、愛しき人へも、これちょっとよくわかんない、これ なんかで受けたんだろうね、ちょっと覚えてないけど、まあこれですよ、東ロシアの常夏の調理とグレンサイ。これ実はですね、僕2017年に受けてそのままなんです。2017年、で内容的に多分今回も一緒だと思うのよ。それを俺今回確かめたいので、筋肉さんちょっと後、筋肉さんのグレンサイちょっと後でやるから。筋肉さんは漆黒入ってから一回も起動しないんだよ、あいつ。一回立ち上げたか、家持ってかれるなと思って。あいつね、ああ見えて一応個人宅持ってますから、個人宅そろそろ潰されるなと思って一回ログインしたはずなんですけど、わかんない、もしかしたら潰されてるかもしれない、ちょっと忘れたね。まあこれ、本クエストはシーズンのイベント開催中に限り受注進行できますとかね、なんかうんだらかんだらいろいろ書いてるんですけど、これがね、実はグレンサイ始まった日にね、フレンドさんからモグレターをもらったんですよ。ここにはい、この僕のメインキャラになっていた人いますから、ここにね、もうそのまんまだからね、リテイナーようやくこの髪型使えるように なりましたからね、自分が手に入れた。っていうかさ、ごめん、ちょっと話はそれるんですけど、ビエラって髪型少ないでしょ。俺これだけはね、ちょっとできるだけ早いアップデートで対応してほしいんですけど、俺このね、このハイランダーにくっつけてるこの頭、ちょっと筋肉さん邪魔筋肉さん邪魔、これ俺この頭取んのにめっちゃ苦労したのよ。動画にしたっけ俺これ、雨の御柱バカみたいに周回してさ、ちょっとこれね、マウスカーソルがちょっとこの鼻クソみたいになってる、鼻クソにしとこうやって、鼻クソにしとくけど、めっちゃ周回してめっちゃ開けたのよ、あれ、なんで名前も忘れましたけど、なんか宝箱のなんかあるじゃん、あれなんか100回ぐらい多分開けたのよ、バーって。出ねえんだって、出なくて。そしたらフレンドさんが2つか3つ持ってるから、いいよユッケさんあげるよっつって、これもらったの。でもその思い出の髪型なのよ。だからずっとハイランダーの時はもういろんな髪型にしても最終的にこれに戻してたんですけどね、本当にもうこれを超える何か新しいものが出るまでっていうことでずっとこれにしてたんですけど、
だからそれだけね、あのロングヘアもそうよ、あのエッタちゃんちのさ、あのあそこの南部森林か、南部森林のとこに一番初めてのね DD あるじゃないですか。僕はエッタちゃんちって呼んでるんですけど、あそこでもロングヘア出ねえ出ねえさ、あれも苦労したのよね、こっちの頭も苦労したのよ。だからさ、せめてこのそういろいろ苦労する髪型さ、ビエラ対応してほしいのよね。ちょっとこれ運営さんお願いしたいな。結構苦労したから、このねうさ耳つけてるのはどうでもいいんだけど、うさ耳あるからもういいんだけど、この髪型ね使わせほしいな。これくっつけれるでしょ、ほらほらね、大丈夫だって、ほらほら大丈夫大丈夫ね、頑張って運営さん、ちょっと本当にこれだけお願い。こういう感じになるってことだよ、だからこういう感じね、ちょっとうまいこと合体できないね、こういうことよ、ちょっとうまいこといか、あ、こ、まあちょっと、キモいなこれ、はい、まあいいわ、ごめん。でとりあえず何の話だっけ、そう、ちょっとこれモザイクなんだけど、あのこれですよ。13日前にちょっといただいてるんですけど、これモザイクだと思いますけど、使ってくださいって言ってバタトフィッシュを送ってもらったの、俺がログインした直後に。まあログインしたらモグレターが来てて、あのフレンドさんからバタトフィッシュを使ってくださいって言って送られてきたんだけど、これをこのモグレターを受け取った瞬間にここがピコーンっつったの、ピコーンっつって、あのもう納品できますよっていう形になったのよ。なんだけどさ、これマップ見るとさ、ほら見て、違うのよこれ。これ確かめに行きたいの俺。これをすっごい確かめに行きたい。だからこれだから2年前のクエストだから。2年前のクエストだから。それがピコーンって言ったのよ。あれ？と思って。だちょっと行こうやこれ。ちょっと行こうよ。これ確かめに行こう。ねえ。もしかしたらもしかするかもしれない。2年越しに俺はもしかしたらこのクエストを達成できるかもしれないから。ちょっと行きます。はい、でちょっと経験値もらえたらもったいないんで、ナイトでいきます。ナイトじゃない方がいいかな。ちょっと今ね、竜騎士をねどうにかしたいんだよね。竜騎士どこだ、竜、これか。うわ、ナマズでいいわ。もうあれ、俺昨日ミラプリ変えたはずなんだけどな。そう、竜騎士がね今レベル66なんですよ。俺これ下一桁を0にしたいのだからせめて70までやりたいのよこれ。俺ね思うんだけどね、俺ここ誰もいないと思うんだよな。っていうか、あ、そっか、いい加減これ飛べるようにない、ここ飛びたいんですけど、あ、そっか。皆さんこれね、今こうアスレチックあるじゃないね、ここだったんですよ、納品する場所が。あ、ちなみにね、俺ね、これ、分かったの。こう、自分をこうやってね、みんなこう、頑張ってこうやってやるでしょ、こうやって。これ、どうしてもできないっていう方、俺ね、コツ分かったの、コツ。人混んでる時できないんだけど、自分をこうやってターゲって、カチッってやると、自分の下にもこうやってターゲットサークルみたいなの出るでしょ、これ。これ。これで、やりやすいから、これ。こうなってると、このターゲットサークルの間は落ちないから。このターゲットサークルがこう、なんていうのかな。こう、乗っかるところにターゲットサークルがあるうち大丈夫。ギリギリ、こう。これ外れると落ちちゃうから、こうやって。だから、この状態だと、ほら、こう、ちょっとわかりやすくない？どうさ、これ。この作戦どう？この作戦どう？結構わかりやすくない？こういうアスレとか、こんなもんやってられるか、このボケーって思う人ね。これ結構ね、いい作戦だと思うんだ。このターゲットサークルを見ながら行くって。うん、俺ちょっと下手だけど。うん、これ。これで結構楽に行けんじゃないかなっていう。あ、ちなみに俺こっちクリアしないんだけどね。こうジャンプしなくても行けるって知ってました？あれ？行けなかった？ごめん。あそこね、ジャンプなしで乗れるんすよ。ジャンプなしで乗れるはずなんだ？確か。あ、行き過ぎ。ちょっと、いや俺違うんだって。俺これをやりに来たわけじゃないの。これをねやりに来たわけじゃないんだけど、あのあれ、ちょっと待って、下手だな。ちょっとあの画面用、皆さん気をつけてくださいね。画面用気をつけてくださいね。あ、ちょっと待って、俺久々にやるから、ちょっと、いや、やらなくていいんだ本当。こんなもんこれやる必要ないんだ俺。あのお姉ちゃんに会いに来ただけだから。
あのあれさ、あのバタートフィッシュのお姉ちゃんに、ちょっとなんだ、バタートフィッシュのお姉ちゃんに会いに来ただけなんだけど、ちょっと難しいな、なんか俺できなくなってんな。あ、なんかそこの人も頑張ってるね。頑張ろう、頑張ろうね。でも頑張りすぎない方がいいよ、これ酔うから。これどこ行くのこれ、こっちでしょ。ほい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 、この辺にね、ほら、ちょっと見てや。ほら、この辺に本当はほら、いるはずだから、お姉ちゃん。お姉ちゃんいないんだもん。ウォータースライダーあるけど。お姉ちゃんいないんだ。いや、ここね、確かね、ジャンプなしでね、ストンっていけるんで、いけねえわ。もういいわ、もういいわ。だこれさ、調べるじゃない。このクエストさ、ワンチャン完了できんじゃないかなって俺ちょっと思ってるんだけど、これ本来はどこで納品するもんなの？あ、こっち？え、何これ、選択自慢？あ、じゃあ跳躍自慢か。調理自慢とグレンサー、あ、こっちじゃね？でピコーンって言ったからね。え、これだ、泳いでいかなきゃダメなの？あー、そっか、そうだよね。え、でもこれ2017年ってもう泳げなかったっけ。2017年泳げた気がするんだけど、2016年はなんかあれだよね、妹もらった年だすよね、年出すよねとかっつって。どうだっけ、俺多分2017年のクエストだと思うんだよな。で今回あれかい、あのてっぺんも登れるのって。いや、登れる人少ないよ、俺無理だもん。去年やったもん、めっちゃやったもん、無理だったもん。なので、あ、ほら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 、いるよいるよ、あの昼ドラナさん、この人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 、なんか顔色悪くなってね、今年大丈夫か。おい、顔色こんな真っ白かったか、この人。え、大丈夫？このぐらいじゃなかった？で、この人いたっけ？これ誰？販売だ、いた？あ、こいつは覚えてる、こいつは覚えてる。ヘルマが。え？この人も覚えてねえな。あのエレゼンどこ行った？いたよね、エレゼンね。何色だったか忘れたけど。え、こんな顔真っ白かったっけ？あー、なんかまじまじ見るとあれだね。料理自慢。いや、すいません。ピコンって言ったから、ほら、いや、今回冒険者の皆さん作っていただくのはバタッとして、いや、2年前もそうなんですよ。2年前もあなたに言われたんですよ。だから2年間経って来たんです。ダメだ、やっぱダメだ、あ、やっぱダメだ。ピコーン言ったけど、うん、ダメだ。あ、これ左下モザイクかけないと。作ってくれたフレさんの名前、リアル調理師の方がね、バタードフィッシュ作ってくれましたから、リアル調理師さんの方が FF の中でバタードフィッシュ作って僕にくれましたから。あー、これやっぱ2年前のクエストはやっぱり完了できないんだね。とりあえずちょっと連打して、連打しとくわ。これキーボードでやった方が早いな。よし、音声波形すごいことになってくる、ごめんね。はい、パソコンの方って点キーの0がね、決定キーなんですよ。だからそれ超連打してる俺、マジで今。人差し指と中指ですごい連打してる。今、検証になりそう。超検証になりそう。あと、音声波形がとんでもないことになってる。ここまで連打せんでいいな。ちょっと、もうここまで来ると皆さん僕のやりたいことはもう分かっておりますよね。もう分かってると思うんですよ。これはですね、そういうことなんですよ。はい、はい、こういうことですよ。
これ並び替えてできない？だからさ、常夏の調理とグレンサイでしょ、で料理自慢とグレンサイでしょ、2個並んだわけですよね。これほら、ジャーナル見るといつもあの子が僕に対して微笑んでいるっていう、ジャーナルを見るとここ何、ね、ちょっと待って、日本語が思い浮かばない。ジャーナルを見ると君はそこにいるみたいなさ、なんだっけ、後ろを振り向いたら君がいたみたいな、なんかそんな、なんかセリフなかったっけ。そうだ、邪魔だなこのクエストコンプリートってな、さっきからな、いつまで出んのこれ。これテレポしたら消えるかな。うん、邪魔なんだよな。ちょっと待って、なんか買って帰ろう。全部ねもう取っちゃったんだよこっち。花火もねもういらないから。失敗したな、これ筋肉さんにバタドビッチ渡せばよかったな。どうしよう、服いっぱいもらってもしょうがないもんね。屋台もう一個ぐらいもらっとくか。これ EX だから人にあげれないんだよね。プール何個かもらっとこうか。絶対こんなにいらないけど。であと俺このポスターが好きなんで、あとじゃあ全部ポスターもらっとくわね。ポスターをもらって OK。 はい、やべ、うん、まあいいや、とりあえずこれがやりたかったっていうだけなんですけど、はい、今回はこの2年前のクエストを果たして今回完了できるのかっていう、それをやりたかったのが一つ。もう完了できませんでした。で、もう一個やりたかったのが、はい、これ2019年バージョンですよね。去年どうだっけ、去年なんかあったっけ、こんなの。去年のことはもうすでに覚えてないんですけど、これで2017年のグレンサイと2019年のグレンサイが僕はまだジャーナルに残ってる状態になりました。さあ来年どうなるのっていうね。来年またバタートフィッシュって言われたら、これピョンピョンって2個になるわけでしょ。でももう納品できねえってなるわけでしょ。これ残しておきます。はい、1年に1個ずつ増えていくっていう、このこれ系のクエストが出たらね、グレンサイが僕のジャーナルにどんどん溜まっていくっていう、はい、というね。だからまあごくごく少ないでしょうけど、僕のファンの方々は右上見ていただければ、このねジャーナル見ていただければ、バタードフィッシュっていうのがどんどん増えてきますからそれだけです。はい、そうですね、ちょっとこれだけパパッと終わらせるつもりだったんですけど、バカみたいによくわからないこと喋っちゃったんで、はい、ちょっとこれで終わりなんですけどはい、筋肉さんのグレンサイちょっと改めて撮っときますんで、はい、まあもしよければそちらのパンツ一丁のね、あいつがまたグレンサイちょっとやりますんで、はい、というわけでこれはもう僕はとっととハウジングに帰って筋肉さんに切り替えて筋肉さんで遊ぼうと思います。ほいでは、したっけー。